今回のモテギ流掃除講座はシンクの掃除をしていきます。ではまずはじめに掃除に使用するグッズをご紹介します。一つ目は黒き真っ白です。この黒き真っ白は本色が木部に生えた黒カビ落としなんですけれども、塩素系ですので水回りの汚れ落としや消臭除菌にも最適なんですよね。ということで黒き真っ白を使っていきますが、薄めて使いますので、薄めるために必要なのがキッチンスケールとビーカー、そして薄める液を入れるスプレーボトル、そして薄めた液を少し泡立つようにしたいので台所用の洗剤も使います。今回はキュキュッとクリア除菌を使いますが、中性や弱アルカリ性の台所洗剤であれば何でも OK です。あとはゴム手袋、使い捨てのタイプです。そして使い古しのキッチンスポンジですね、今回のために残しておりました。ではカメラを近づけて汚れ具合をお見せします。まずはシンクの下ですけれども、少し黄ばんだ汚れ、そして黒い擦れ跡のような汚れ、あと食べ物のカスとかもついてますね。はい、このあたりは黄ばみ汚れというよりも黒い跡が結構ついてますし、排水口の周りは少し黄ばんでますね。でここに擦れ跡ですね。はい、突き当たりのところも結構汚れてますね。で排水口見ていきますけれども、まずは目皿、ぬめり汚れと黄ばみ汚れがついてますね。ここ結構黒ずんでますね。ここは黄ばみ汚れついてますね。ぬめりですね。そして小さい方はそんなに汚れてないですね。そして排水口の中ですけれども、黒ずみ汚れがついております。あと穴の中も汚れていますけれども、今回は穴の中の掃除はしません。あくまでも排水口の周りですね。では始めていきます。では希釈液を作るところからやっていきますね。まずは黒き真っ白を 1g 入れます。はい、 1g、そして水を300になるまで入れます。なので300倍希釈ですね。はい、あとはかき混ぜて溶かします。300倍希釈液と結構濃いめの液も作りたいと思うんですよ。目皿の周り結構黒い汚れがついてましたよね。あれ黒カビだと思うんですが、そこは300倍希釈液で落ちませんので、20倍希釈液でやってみようかなと思います。ですのでまず黒き真っ白を 50g で、水を 1000g になるまで入れると20倍希釈ですよね。そこまで濃くなくても良かったかもしれませんが、テストということで濃いめに作っていきます。はい、 1000g になりました。それではかき混ぜて溶かしていきます。お湯を使った方が早く溶けるんですけれども、お湯は使っちゃダメなんですよね。お湯は熱いので塩素が飛びやすくなってしまうんですよね。なので水でやっていきます。溶けたようですので先に目皿を入れちゃいますね。この小さい方は汚れがほとんどないんですけれども、ついでに入れます。はい、そして大きい方なんですけど、まず気になるのがここの黄ばんだぬめり汚れですよね。そしてここの黒ずみ、黒ずみというか黒カビですよね。もうこの桶だとちょっと小さすぎたんですけれども、浸かるとこだけつけていきますね。こうやった方がいいか、いいですね。横のところは少し出てしまいますけれども、ここの隙間の黒ずんだ汚れはしっかり浸かっているので確認できると思います。ではこれを一旦寄せておきまして、最初に作った300倍の希釈液をスプレーボトルに入れますね。そしてキュキュッと、はい、3滴ぐらいでしょうか、入れましてトリガーを閉めます。混ぜましたらあとは吹きかけるだけですね。キュキュッとを入れたことによって泡立つので壁面のところに密着力が増すというメリットもありますけれども、浸透力が増すんですよね。あと油汚れも落としてくれますので、そういったメリットがありますね。今回はどちらかというと洗浄テストですので、かけてこのまま放置だけでどのぐらい落ちるのかと、でもし落ちきれない汚れがあった時に放置後にブラシ洗いをするというやり方ですね。はい、一通り吹きかけましたので30分ぐらい放置をしてみようと思います。はい、あれから30分ほど経過しましたが、いかがでしょうか。いくらか白くはなっているように見えますけれども、まだ残っている汚れもありますね。この黒い擦れ跡は落としきるのが難しいと思いますけれども、想定外だったのがだいぶ乾いちゃってるんですよね。
乾いてしまうと効かなくなりますんで、そこがちょっと失敗でしたね。とはいえいくらか白くなっているといった感じですね。それでは次にこの目皿の方を見てみましょうか。この横のところだいぶ綺麗になってますね。この右側の方が結構使っているところだと思いますけれども、この辺り綺麗になってますけれども、使っていないところは汚れが残ってますね。カメラ越しだとちょっと見えにくいかもしれませんが、そしてここ黒ずみ汚れ、黒い感じはだいぶなくなりましたね。黄ばんでる感じは油汚れも残ってると思うんですよね。黒ずみ、黒カビは、あとぬめりは黒きマシルで落とせるんですけれども、油汚れは落とすことができないので油汚れが残ってしまったという感じですかね。では引き続きやっていきますが、20倍に薄めた液を使ってもう一度シンク内に塗りつけていきたいと思います。スポンジを使って塗りつけていきますが、こすり洗いをするといった感じではなくて、ただ塗りつけていくような感じでやっていきます。でも白っぽさはだいぶ出てきてますよね。今度は先ほどこうつけましたんで、こうやりましょうか。はい、このまま追加でもう5分ほど放置をしてみようと思います。では一旦カメラを切ります。はい、10分ぐらい経ちましたね。ではまず先に目皿見てみましょうか。こんな感じですね。完全にこう浸からなかったんで完全に綺麗になっているかというとそうではないんですけれども、ここまで綺麗になりましたね。ここ今はつけてませんでしたけれども、ここまで綺麗になりましたね。残るは油汚れといった感じですね。そしてシンクですけれども白くなってますよね。2回目濃い液を塗りつけた時は軽くスポンジ洗いもしたような感じになりましたけれども、だいぶ綺麗になりましたね。はい、近くでお見せしますね。はい、こんな感じ。この擦り跡はちょっと難しいですね。ただ黄ばみ汚れ、黒ずみ汚れはだいぶ落ちてくれましたね。はい、排水口の中もこんな感じです。ではここでしっかりスポンジ洗いをしていこうと思いますけれども、ご覧の通りスポンジが黄色くなってしまいました。これは塩素焼けですね。では洗っていきます。やっぱり油汚れが残ってる感じがしますね。ちょっと食器洗剤をかけます。スポンジ洗いが終わりましたので水ですすいでいきます。はい、一通り掃除が終わりましたので掃除後の様子をお見せします。まずはシンクの底ですけれども、どうでしょうか。白くはなりましたけれども擦れ跡が残っているといった状態ですね。はい、排水口周りはこんな感じですね。で目皿見ていきますね。はい、そして大きい方です。ここの縁についていた黒ずみ、黒カビ汚れ落ちたんですけれども、油汚れがどうしても残っているといった感じですね。ここは歯ブラシなんかを使って擦り洗いをしないと綺麗に落とすことは難しかったかもしれませんね。突き当たりのところといった感じですね。ということで今回は黒きマシルを使ってシンクの掃除をしてみましたが、いかがでしたでしょうか。今回は洗浄テストも兼ねてという形でやってみましたので、希釈液を2つ使って掃除をしてみました。1つが300倍希釈液、そしてもう1つが20倍希釈液ということで、300倍希釈液については浸透力と洗浄力を高める意味で台所洗剤のキュキュッと少し加えました。そしてシンク全体に吹きかけて30分放置と、20
10倍希釈液の方は目皿についた黒ずみ黒カビですね、それを落とすために30分間つけておいたわけですけれども、300倍希釈液でも十分いけるのかなといった感じがしました。ただしスポンジ洗いもある程度しっかり入れてあげた方がより効果的だと思いますね。でさらには今回キュッキュッと加えましたけれども、2、3滴程度加えただけだったんですが、ちょっと少なすぎました。もう少し加えてしっかり泡立つぐらいになった方がスポンジ洗いをする時もより油汚れの方が落ちてくれますし、液が流れやすいところにも泡立つと密着してくれますので効果的ですよね。そのような形でそれほど汚れがない場合は300倍に薄めた液をシュシュッと吹きかけて軽くスポンジ洗いするだけで十分いけるのかなというふうな感じがしました。ただしある程度しっかりつけておかないといけないと思いますので30分ぐらいは必要なのかなと。それと300倍希釈液はもちろんなんですけれども、濃いめに作った20倍希釈液も塩素臭がほとんどしませんでした。これは本当に大きなメリットだと思うんですよね。塩素系の泡スプレーのタイプですとこうはいきませんよね。キッチン泡ハイターとかカビキラーだとやっぱり匂いがどうしてもこうきつく出てくるので、そこの点については黒木真白大きなメリットなのかなというふうに思いました。まとめますと、今度黒木真白を使ってシンク掃除をするときは塩素濃度は今回と同じ薄めの方の300倍希釈液、そして台所洗剤はちょっと多めに加えます。5グラムぐらい加えてもいいのかなといった感じがしますね。で吹きかけてすぐスポンジ洗いをすると、でそのまま30分放置で、放置後またスポンジ洗いをして流すというやり方ですね。でそこまで汚れがひどくない場合は台所洗剤を加える必要はないですし、ただシュシュシュと吹きかけてそのまま放置するだけでも十分なのかなというふうに思います。台所洗剤を加えてない場合はですね、水ですすがずに放置しっぱなしでもいいと思うんですよね。匂いも気にならないですし、塩素分はやがて飛んでいきますので全然そのままでもいいと思うんですよね。どうしても匂いが気になるという場合はすすいだ方がいいと思いますけれどもね。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。